木村ってお前、あげな男のどこがよかかお前、男は面か。ちょっと待ってて、ちゃってんのバカ取りがお前、お前と木村の結婚したらこいつが掘り込んじゃけえんだよ、そんなことが。青年、女に振られた時はじっと耐えて、一言も口を聞かず黙って背中を見せて去っていくのが男というものじゃないか。